ける、たける、心を殺すことはある。今回の動画は鈴木キキさんの提供でお送りします。長い間応援していただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。2年目もよろしくお願いします。生きることは優しさ、気まぐれのさよならを、撮ってあげようか。あ、え、いいんですか。いいよ、このまま。これ、重藤さんのやつを2月、3月、8日に流して、それが初めてロケした日なんですけど、僕その次の日にアップして始めて。あ、いいよ、いいですか。じゃあそれちょっと、あ、これ俺もなんかこう、あ、そうですね、置き状態ですよ。置き状態でやっていただいて、で、これややこしいのが、あれなんですよ、30分やると消えるんですよ。このレックってのがスタンバイになるんですよ、そしたらまた押してもらっちゃっていいです。画面消える？画面はね、時々消えるんですけど、画面が消えたからって消えてるわけじゃないんですよ。自分が消さない限りは。そうだよね。この液晶がなんか。ボーボーとしたでしょ？そうそうそう。で、まあ、これ、今ピント合ってますかね？これで。これどうする？立つよね。あ、ここでピント合わせてますね。あ、すいませんね。本当先輩にちょっと。なんか、1年経ったから、なんか、YouTube の、なんか自分のこと喋るには撮らないんですかとか言われる。ポイントがわかんねえね。あ、合ってますかね、これで。老眼なんだ。ピント動かないんだよ。そうそう。あとね。オートフォーカスできるの？あ、オートフォーカスだと、入れちゃうんですよ。あ、でもこれで、ちょっとこれで合ってるんじゃないですかね、多分。いい、これ。あとで文句言わないで。あ、これでじゃあちょっと、写メ撮ってもらって、それでわかるかな。それで。わかった、これ逆光だからじゃない。あ、じゃあこっちに。すいません。これで。あってあってる。あ、あってますか。あ、すいません、そうです。そうです。自分が、のことを、喋んないんですかみたいなことをコメントだって、あ、まあ、いつ帰ろうかなと思って、撮ってもらう人が必要だなと思ってて、でもなんか友達のディレクターにやってもらうの、照れくさいじゃないですか。って思ってて、まあ、いつやろうかなと思ったら、その鈴木ベイさんか、重藤さん紹介していただいたから、あ、こんな大先輩に撮ってもらったら、嬉しい。聞いて、話聞いてもらったら嬉しいですね。興味ある。あ、本当ですか。あ、見たにってすごい。見たにって何者なの？僕33歳のフリーディレクターって一応名乗ってます。あ、そう。で、28ぐらいからフリーのディレクターになって、で、まあ、地上は結構頑張ってやってたけど、最近はもうちょっと全くやらずにこれだけやって、外録チャンネルと YouTube だけやって、ひたすら毎日誰かの人生をインタビューして動画にして上げ続けてるっていう。生活したって今なんか人気なんでしょ。リズム人気っていうか、まあ今だから10この2月7日時点だと16万7000ぐらいいますね。なんとか人気っていうか、まあちょっとずつ見てくださる人が増えてきたって感じですかね。え、なんでテレビやめた？テレビやめた理由は、僕は
重藤さんほどじゃないんですけど、4本とか5本とかさ、テレビを、うん、唯一やってて楽しかった番組が東野さんの番組だったんですけど、それが終わっちゃったんですよ、うん、それ結構自由度が高かったんですよ、うん、フリーの人が総合演出 で編成発注で、あの深夜だから、うん、あんまり局の人が介入してこないみたいな、うん、だからなんかそれこそなんか街頭インタビューで地方行ってなんか20分とか25分とか作るみたいな、うん、で出すっていうのが唯一の生きがいだったんですよ、その時は、うん、あとはもう結構こなすというか、もうなんか、うん、あんま楽しくないなみたいな感じでだけど、それが唯一楽しかったんですけど、それが終わっちゃったから、うん、生きがいなくなっちゃったなと思って、僕らの時って毎年のようにどこどこの番組の予算が下がったらしいよとか、そんなことをひたすらこう聞かれて聞く毎日だったんで、これ多分この忙しさのまま金がどんどん縮小していくし、単純になんか死ぬなと思ってたよ、この働き方してる人、うん、あ、体力的に、体力的にも、うん、プラス自分が唯一正しかった番組が終わっちゃったから、それで金になるか分かんないけど、なんか自分で好きな勝手に誰からの詮索も受けずに作れる場所あるといいなって思いますから、ね、あの YouTuber さんとかね、まさにそうじゃないですか、それが面白いとか面白くないとか別として、なんか羨ましいなってめちゃ思ってて、今 何チャンネルがそれ、あ、外録チャンネルって感じですか、街に録音の、それに出すって言ったことがあります。あ、俺出るの、あ、そうです、そうです、見とく、あ、そうですねそれがだから3月7日に流れますね、はいはい、鈴木 B さんはだからそのなんか好きになってくれたのか知らないですけど、それでなんか僕の友達が CF さんで面白いから聞いた方がいいっていう風に推薦してくださって今日に至るんですよ。でそういうのが今までの過去ってどれぐらいやった、キャスティングとかどうしたの。最初はもう野面ですもん、うん、そこへんいる人に、うん、声かけてちょっとインタビューしてもらっていいですかとかって言うじゃないですか、うん、でそれ で、まあ、テレビじゃないから、うん、結構不安なわけですよ。普通ね、TBS のなんとかって番組で MC が東野幸治さんでとか言えば、ああ、東野さんの番組ですかとかいう感じでこうスムーズなんですけど、ちょっと YouTube でインタビューするあの動画作りたくてとかって言ってもはーって感じじゃないですか。だから結構やっぱ打率も普通にあの答えてくれる人も急、うん、かなり低くて、だもでもまあ一応その暇そうな人というかその優しい人が答えてくれてっていう感じで、そうやって掴めてましたね。でもなんか最近有名人が来るんですよ。あ、そうだからそれのきっかけを作ったの、うん、くれたのが東野さんで、うん、だからコツコツやってたわけですよ。なんかホームレスの人を密着して、社会復帰させるとか、うん、あとなんかもうツイッターでなんか元風俗嬢、あ、風俗嬢カウンセラーみたいな人をインタビューしたらなんか。だからそうっすね、あの。じゃあ俺この間ね。コロコロチキチキペッパーズの YouTube のゲストで出たの。ああ、そうなんですか。はいはいはい。コロチキさんのやつってことですね。流れのやつ。はいはい。ヤフートピックスで、1日の再生数がトップやったの。へぇー。俺知らない？カメラ大輝ぶち切れる。はいはいはい。急上昇に入ったってことですね。入った、1位だった。へぇー。それで、54万人ぐらい見たの。54万回再生ってことですか？そう。1日で、うん。あ、それすごいっすね。そう。だから俺1円も入ってこないから。あ、それもそうですね、あのコロチキさんのチャンネルに入ってるんですか、多分それ俺がもうコラボすれば入ると思うんですよ。あ、そうです、だからシゲチャンネルさんがあって、じゃあ俺がカメラ持ってこうやって行ってこっちはこっちでチャンネル撮っておけば、あ、そうじゃないですか、だからさ、そうそうそう、だから出てってオファーがあった時に、あ、出るよってなって、じゃあこっちも合わせつくさいねって言ったら、多分コラボって多分大体多分こっちもノーやらこっちもノーやらっていうやつやってると思うんですよ、おそらく、うん、コラボだと、うん、これその時も農業だ、あ、だからそれコラボだと自分の素材が取れるってことですね。勉強になったわ、やるわ、そう、今度教えて。あ、でもめちゃくちゃ簡単ですよ、だからそのでも増やすのがマジで大変です、多分あの結構登録させる、はい、言って多分だからそのだから何をだから置くかってことですね。だから僕の場合はだからそれをインタビューにしたってことなんですよね、でも多分よくあの いろんな人からなんかじゃあ僕大阪支部やらせてくださいとか愛知支部やらせてくださいとか言うんですけど、それをやると多分終わるんですよ、多分これは同じ人が聞いてるっていうことの一貫性が絶対大事なんですよ、縦軸として、そのじゃないと多分終わ
まあ、であと多分普通に素人にできるわけないじゃないですか、僕がやってることが、まあそうだね、言うたって、うん、本当にそこら辺にいる人たちに面白い話を一般の人が聞いてくることもあるかもしれないけど、その打率は多分絶対低いと思うんですよ、僕に比べたら、うん、多分絶対それができないから、まあ、全部断ってるんですけど、そういうなんかやりたいとかあっても、それ自分のチャンネルやったらいい方がいいと思いますよって言って、はい、そう。奥さん元気？あ、元気です、元気です、もう普通に。でもなんで結婚しちゃったの？でも普通に好きだったからっていうか、普通に3年ぐらい一緒に住んでたんで、それで結婚したいなと思って結婚したって感じですかね。そんな別に女わさびとか こんな感じなんで激しいタイプでもないですし、僕なんで。いやいや、全然全然本当に全く、あ、そうか、髪の毛とかも別にこれ今染めてますけど、これなんかこういう色なんですけど、これ別に YouTube を始めてからですよ。なんか要はあの取材した人がなんかゲイバー兼美容師っていうなんかちょっと変わった働き方してて、あ、それなんかじゃあまあネタになるから、じゃあ美容師の方も撮らせてくださいって言って、でもまあおじさんがちょっと髪の毛短くだけだったらなんか別になんかいまいちだなと思って、じゃああのおか、まああと緑色にしたらもうハマっちゃって、これまでやってこなかったから髪の毛を変な色にすることが、で今もなおやってるって感じですかね、こういう風に。でもそれこそ YouTube 始める前に思ってた、なんかあのテレビのルートってあるじゃないですか、うん、なんか自分が、うん、ディレクターから演出っていう立場になって、うん、自分が作るんじゃなくて人に作ってもらって、それチェックしてなんか上に献上してなんかお伺い立てるみたいなポジションになるじゃないですか、うん、それを増やしていくっていうのがフリーディレクター界の成功者じゃないですか、うん、だって僕らの年だとそんな感じなんですよ多分、うん、結構先輩たちがなんで俺こんな年になってもでロケ行ってオフラインしなきゃいけないんだよとか言う人がいたりとかして、わ、なんかこれこうなってくのか、なんか寂しいなと思ってて、でもなんかディレクターだから別に一生別に作ろうとも作れるじゃないですか、別に撮影して別に編集して体力がなくなってきたら別に本数減らせばいいだけの話じゃないですか。なんか30半ばぐらいまでなんかこうフルフルでそのロケの現場では頑張りますけどみたいな、なんかこの支持する立場に早くなんかセミリタイア的に上がりたいとか、もしかそういう立場になった人が久々ロケするとなんか文句言うとかのがちょっと嫌だったんですよ。だから僕は普通に一生やってたいですけどね、それこそあの重藤さんの90歳までやってようかなと思うとかめっちゃいいなと思って、僕もなんならそうしたいですね本当に、うん、だから YouTube でいいなと思ったんですよ。自分の動画が溜まってくじゃないですか。で1年前に流した動画が一応まあ2円なり3円なり今日も稼いでくれてるんですよ、おそらく。面白かった回ってテレビってアーカイブ残んないじゃないですか、うん、だから絶対見てほしい神回みたいなのがあったとするじゃないですか。それはあるね、アーカイブある。でそれが消えちゃうのが、それこそ東野さんの番組とかって視聴率低いから、めちゃくちゃ一生懸命作って東野さんとか吉村さんが久しぶりにこう腹抱えて笑ったとか言ってくれるようなものが作れたとしても消えるんですよ、うんうん、でしかも誰からも気づかれないんですよ。でしかも僕が作ったかどうかとかも分かんないし、なんかこうそうなんですよね。だから YouTube っていいなと思いますね。なんか自分が作ったってことにはちゃんとなってるし残るし、でなんなら別にじゃあそれが登録者が増えれば自分がやりたいなと思ったことを、例えばじゃあ1年後30万人とか40万人とかあったんですよ、するとするじゃないですか、仮にですけど40万人に対してこう自分がやりたいことをこう提示できるとか、まあ見るかどうか別としてですよ、そういう風になるっていいなって思ったんですよね。そう、フリーのディレクターやっててめちゃだったのが、なんか結構一生懸命頑張ってると力つくじゃないですか、うん、あの嫌でも、うん、なぜならもう筋トレをしまくってるといろんな重いもん持ち上げられるようになるみたいな感じで、いっぱい作ってると実力つくじゃないですか。だからあんまり作ってない人たちより仕事できるようになってるんだけど、うん、自分より実力明らかにないであろう人たちからなんか言われて、って言われるのは別にいいんですけど、まあ、多分どうせこれこの会議でこれ無理だからこうなるよなみたいなことを思うじゃないですか。でそれをでも言ってもやっぱ聞いてくれないし、作家さんとかもなんかやっぱ結局これが言ったらそれやっとけばみたいな空気になるから、これ無駄だなと思ってた、そういう時間が。で結局やっぱできませんでしたってなって3週間ぐらいかけて元に戻るみたいなこととかよくある話じゃないですか。でこれって何のクリエイティブな時間でもないし、なんかこう無駄な時間じゃないですか。
いや一生懸命面白いもの何かなって考えてこの3週間じゃなくて、うん、こいつをどうやってこうなんか仕方ないこれで行くかって言ってもらうためにどんな理由を考えようとか、うん、どういうリサーチをすればいいかなみたいな、うん、なんかそれがなんか無駄すぎて、うん、重藤さんたちが生きてた時代のフリーディレクターとちょっと違うかもしれないです ね、そう僕らは結構そんな感じです。なんかなんか、そう、なんかどんなに頑張っても結局そんな感じですね。僕結構嫌な性格してるから、うん、日本撮りとかするじゃないですか、うん、あこの収録俺の V が一番面白かったなとかっていうのを勝手に数えてて、あ今日も俺1位だわとかって別に誰から言われるわけじゃないですよ、うん、自分では俺今日1位だなとかって思ってたんですけど、うん、あ確実に負けたなって思った先輩がいて、中山さんって言うんですけど、うん、3つ4つ上で、うん、でも逆に言うとで中山さん そんな優秀な中山さんでいっぱいやってる、うん、でも世の中の人中山さんが何作ったか知らないじゃないですか、うん、すごい優秀なんです。優秀なんだけど作ったものも世の中に認知されずに普通にこうテレビ局の一部の人間だけに認められていくみたいなことをなんか繰り返していくことがもったいないなと思ったんですよ。だからちょっと言葉が足りなかったので補足すると、だからそんなにいい VTR を作れる優秀なディレクターの作品がテレビというシステムなどアーカイブ化もされないし、人気番組だったらまあいろんな人の印象に残ったりとかもするかもしれないけど、番組自体がそこまで力がなくて視聴率もあまりなくて終わってしまうっていう風になると、結局どれだけこうクオリティの高い仕事をしていろんな人に認められるべき広まっていくべき仕事をしたとしても、一緒に番組をやっていた人たちぐらいにしか認められないっていうのがなんかもったいないし、まあ、それぐらいテレビのフリーディレクターっていうのはいっぱい優秀な人がいるんだけど割に合ってないなっていうのが僕の思いっていうのをちょっと言いたかったんですけど、ちょっと説明が足りなかったですね。そうだから僕が尊敬する中山さんは実力がめちゃくちゃあるんだけど割に合ってないんじゃないかっていうのを一緒に働いた時に思ってたっていう、なんかもっと認められた方がいいんじゃないみたいな風に思ってたっていうこと、これの説明で気悪くしないかな。でもこれ中山って名前をぼかしてもいいんだけど、なんかぼかすとつまんないよなって思っちゃうんだよなっていうので生かしますね。ごめんなさい、ちょっと嫌な気持ちになったらすいません、ちょっと謝ります。でも僕は尊敬してるっていう意味合いを込めてちょっとお名前出させていただいたんですけど、どう思うだろう本人は。まあ見るかどうかもわかんないからいいか。俺思うのはさ、なんであのさ映画監督とかドラマの監督とかとさバラエティの監督ってさこんなに差があるんだろうね。だからそれがやっぱ三池崇史って出るじゃないですか、うん、だから三池作品ですねってあるじゃないですか、で多分重藤さんぐらいだったら重藤さんが作ってるよねって多分認識されると思うんですけど、うん、多分そのバラエティの高が1時間の中ので15分とかの VTR を僕がじゃあその面白いなと思ってる中山さんの作品として別に見ないじゃないですか、うん、別に中山作品にはならないってそういうことなんですかね。でもまあ労力変わんなくない？てか俺たちの方が優秀じゃない？あスピードで言ったらもう明らかですね絶対。だってだってあのなんかへんてこな1時間20分ぐらいのやつをさ、はい、何ヶ月もかけて撮ったわけでしょ。そうっすね。それはいいのできるよね、うん、で俺たち1日やってんのよ、はい、そこのフィールドに上がったことがないから何とも言えないですけどね。確かにそのじゃあ2時間のものの、うん、あのものを作ったしじゃあ果たしてその人と同等の感動できるものを作れるかちょっとそこは謎ですけど、でも確かにあの仕事の配分とかで言ったらそうかもしれないですね。女優さん、俳優さんの力の入れ方が違うのは俺納得がないの。まあだから向こう本業と思ってますもんね。確かにね。本業って言われてみると出るわけだ。はいはい。映画も関係ないじゃん、ドラマ。まあそうっすね。バラエティ。はいはいはい。何なんだろう。いやだから、でも。映画の方が人見る人が多いかって言ったらそうでもないじゃん。確かに。なんであんなその人数が好きな映画に対してそんなこだわりと時間と金使ってんの？
自分はでもかっこよく見えるからじゃないですかね、俳優さん側からすると。バラエティで笑ってる姿見せるより真剣な演技してる方がかっこよく見えるし、ブランディングにはつながるんじゃないですかね。でも最近減ってませんね、結構みんななんか面白くやってくれる人増えてません、俳優さんでも。全然なんかそっちの方が得だなっていうのがこう蔓延したのか。山田孝之さんとか面白いじゃないですか、普通に出てて、あの佐藤健さんとか出てても面白いじゃないですか、普通に。昔に比べたらなんか減ってるかなとか思いますけどね。なんか最近のこう二十歳とか、はい、その辺の人たちの意見ってなんか取り入れてる、はい、参考にすることある？いやそんなに、僕はこれやるときに参考にしてるのは、番組で成功するっていう点で言うとオリラジの中津さんのやり方を自分なりにできそうなものを探ったのと、あとはあのキングコング西野さんのラジオを毎日聞いてたんですよ、その2月ぐらい、あの去年の2月ぐらい。で要はあれ、あ、こんな、なんでこんな風に人を集めてるんだろうっていうのをやった時に、結局なんか応援される人間になるっていうのが人をあのこう巻き込むのには一番手っ取り早いというか有効なんだってことに気づいて、だ自分の YouTube を始める上では応援されるチャンネルにならないと、どこの誰がやってるかも分かんない、知らないチャンネルは見ないだろうなと思って、そのスタンスは そこを参考にしましたね。あと最近で言うと、あの YouTube を2017年に AD 辞めて YouTube 始めたっていう、で50万登録まで行って一回今活動休止してるっていう、まあ、同世代のこうインタビューしたんですよ。でその人の悩みはなんかその自分の YouTube チャンネルであの衝撃映像50連発的なことの50連発の中の1個強いやつをひたすら自分の YouTube で出し続けるみたいな、例えばソフトテニスオタクっぽい格好してめちゃくちゃ下手くそでちょっと素人で、あ、雑魚だなあいつ、相手なんねえよとかって言って、向こうがもうほぼあと1回で勝つみたいなタイミングで、じゃあここから切り替えますとかって言って、実は国体選手だからボコボコにするみたいな、それがもうめっちゃ、バズってて、でもテニスだけじゃ無理だからピアノとかプロとかを呼んでそういうことやってたんですよ。そうするとその人が起きたことは、 YouTube って結局このなんかこの出てる人のなんかライフストーリーみたいなのを共有してファンをつけていく手法もあったりするから、でも自分には50万登録いるけどファンがいないって言ってて、なるほどね。でチャンネル的には別に順調だったんだけど、ここでやめないと取り返しのつかないことになって、単純にこう廃れていくだけっていうのを見据えて一回活動休止したって言ってて、だからそれはだからこれを撮ってもらおうと思ったのは、あ、だから自分のこう思ってることとかは一回だから定期的に喋んないといけないんだと思って、そういう動画をちょくちょく撮ろうっていう風に思って、それで、あ、そしたらそう重藤さんが来てくれるんだったら、あ、質問とかしてもらってあのやってもらったら嬉しいなと思って、あ、じゃあそれ取り入れましたね、参考にしました。そう、若い人の意見で、若いっていうか同世代ですけど、じゃあ話から言って、金何に使ってるの？金ですか？こうなったのも最近なんで、あ、そうか、別に使ってないですね、それで言うと。趣味とか、趣味とか、これがほぼ趣味みたいなものですね、それで言うと。機材に関して、あ、機材とか、だから今度新しいカメラ買います、このアルファ7っていうののシリーズの一番新しいのが出るんですよ、多分50万とか60万ぐらいするんですよ。結構アルファ7でそんな高いの？いや、これ20万です。これ20万ちょっと、これ30万、うん、これ3万です。でも好きなんですよね。だから機材は買いたいですね。あ、でも最近だからその取材した人にパーソナルトレーニングやってもらってます。ダイエットするために。あ、そう、痩せたいって気持ちとかは？あ、ありますあります。いや、痩せる、やっぱ太ってると仕事の効率がめちゃくちゃ悪いっていうのに気づいて、なんか頭も働かないし、僕の場合すぐ眠くなるんですよ。痩せてたエイリンの時の方がそこで長時間働けたなと思ったんですね。フットワーク、そう、フットワークもいいし眠くならないし体軽いし、92キロまで太った時はもうなんか嫌なことあるとすぐ眠くなるし本当にそんなことあって、だからでも今楽しいですね、めっちゃ。だからその好きなようにできるし、別に誰かに文句言われることもないし、この前原田雄一さん出したんですよ、あの高野原さんの息子さん、でなんか結構こう叩かれてる人だし、どんな人なんだろうなと思って自分から出たいって言われたんで、でも取材してみたら、まあなんか別に
鼻につく人は鼻つくかもしれないですけど、まあ、まあ好青年とか、まあ、真面目に働いてるし、なんかそこまで悪い必要ないんじゃないのみたいなと思って、そういう人を気軽に出せるって言うんですよ。だからこれテレビだったら絶対出せなかったと思うんで、あの要は貴乃花の側の方の忖度が働いて、多分別に僕貴乃花の味方もつもりもないし、雄一くんの味方のつもりもないんですよ。僕がどうした動画について貴乃花さんが文句あるんだったら別に、じゃあ全然あのその文句言っていただきたいんで、あの来てくださいって感じですし、まあそんなこともないと見てもいないと思いますけどね、多分。だから自由でいいんだと思いますね。カットしなくていいっていう、どっちがあるのか知らないけど、なんか会社はなんかこう言われっぱなしじゃないですか、そういう人たちって。だから反論の場がないから、なんか一応救いにはなるなと思ったんですよね。なんかその別にそんなつもりで言ってないですよ、最初。そしてそんなつもりで言ってないですけど、なんかその出した時に最初結構嫌なイメージはあったけど、いやすごい素敵な人だなと思ったとか、あいつか私も靴頼んでみたいなと思いましたみたいな、こうなんかイメージ変わったみたいな風に言ってくれる人いるから、あよかったやってとか、別にそんな最初人助けの爪とか全くなくやっただけなんだけど、結果そうなってなんかラッキーみたいな、ゆういちくんも喜んでくれるんですし、そう。最後に聞く、はい、自分が今必ず見てるテレビ番組か、水曜日のダウンタウンですね。あとゴッドタウン、この2つは絶対見ますね。水曜日のダウンタウンとゴッドタウンは録画してますね。だから水曜日のダウンタウンとか特番で飛んだりとかすると、すごい悲しいですね。あ、なくなっちゃったんだみたいな。そう。面白いですね。多分僕はテレビ史上一番面白いと思うんですよ。今までのテレビ史上一番すごいし、一番すごいディレクターだなと思ってますよ。まあ、歴史上。勝手に思ってるわけですけど、それは僕の中ですよ。いや、その理由は、やっぱ普通ダウンタウンを使うとなると、ダウンタウンありきで、ダウンタウンの頭脳を使ってなんかするとか、ダウンタウンさんにお話を聞いてもらいに来るみたいな番組になりがちじゃないですか。でもあの番組ってダウンタウンに VTR を見せてただ笑うだけっていう、リアクターそう、ただのリアクターとして使って、それで本気で笑わせてるっていうのは、いやこんなことやってのけた人今までいないじゃんっていうのかもすごいなと思ってて、そうっすね、もう僕の中では圧倒的ナンバーワンだなって勝手に思ってます。あ、ですか。いや、めちゃくちゃすごいです。健太郎はね、うちのね、俺の AD だったの。へー、あ、カラクリとかですか。カラクリの。はいはい。だから、あんまね、藤井健太の作品を見ないようにして。あ、そうなんですか。嫉妬で。あー。まあ、見てみる、そこまで言うの。そうですね、僕はもう、完全1位ですね、僕の中で、藤井さんとか。あと一個だけ、ちょっと、いいともの AD の頃の話していいですか？いいよ。そう、なんかこれちょっと別に叶うかどうかわかんないですけど、叶えたい夢があって、僕、いいともの AD ってやってた頃に、テレフォンショッキング中に、天海祐希さんとタモリさんが喋ってる時に、携帯電話が鳴ったんですよ。うん、それ僕の携帯なんですよ。僕がいた時になっちゃったんですよ。たけれたけれたけれ、心は殺すことはある。なった瞬間にもう何て言うんだろうってすぐこうスタジオを飛び出して、逃げたんですよ、うん。電話が鳴ったっていうかアラームが鳴っちゃったんですよ。でも水曜日なんですよ、それ、うん。で、なんでアラームがその時間鳴ったかっていうと、日曜日のなんか下準備のを12時から始めなきゃいけなくて、うん、12時15分とか、うん、まあ多分12時15分とかにアラームしてたんですよ、なんか中途半端時間で。うん、で、月火は、たまたまスタジオの外にいつも出してたんですよ。それが普通だったんですけど、うん、なんか水曜日だけギリギリなんかこうなんかパネルを発注し直したりとかしてて、うん、なんかドタバタしてて携帯を外に出すって行為をせずにやったらアラームが鳴っちゃったんですよ、うん、でうわーと思って落ち込んで、で普通めちゃくちゃ怒られると思うんですけど、逆に誰ももう何も言ってこなかったんですよ、うん、なんかこうもう終わったみたいな感じで顔してたら、なんかめちゃくちゃ死ぬほど怒られるかなと思ったら誰からも何も言われずに、なんか夕方ぐらいにタモリさんとか天海に行ったのみたいなこと言われて、あ、じゃあ行けてないですって、じゃあ明日行こうかとか言って、で昼間行ったらタモリさんは別に、あ、いや別に冷やしなくていいよみたいな、気をつけてねぐらいの、なんか そんな感じ、うん、でも天海祐希さんに謝罪をしてないなと思って、うん、これでなんか
その天海祐希さんにインタビューして、うん、謝罪を口実にインタビューしに行くっていうのが今ちょっと一個夢ですね。これはその出てもらうって、まあ女優さんなんでまず一回も出てないって、芸人さんとか、まあ、アーティストとかそういう人、武井壮さんとかは出てくれてるんですけど、まだその女優俳優ってジャンルに行ってないんで、そんなのはなんかこういつか、まあ言わないと叶わないじゃないですか。いやもちろん叶わないと思いますよ。だって YouTube に天海祐希、しかもこんなわけわかんないやつの YouTube に天海祐希さんが出るなんてほぼ 99% ありえないと思うんですけど、喋っとけば叶う可能性あるなんて。そう、しかも天海さん多分覚えてるよね、多分携帯が鳴った事件のことは覚えてますよ。そうだね。なぜなら今 YouTube にそれ転載されてて、それ80万ぐらい再生されてるんですよ。あ、そうなんだ。そう、最近やっとその自分が携帯鳴らした動画の再生回数を自分が作った動画が超えてくれたんですよ。あの東野さんの動画が100万回いったんで今。そう、それもなんか、あ、やっとこのバカみたいなミスの動画を自分の動画が超えてくれたと思って、そう嬉しいですね。それちょっとなんかこうちょっとした夢ですね。まあ叶わなくてもいいんですけど、なんかこう頑張ってこうオファーとかをなんかこう近づいてってしてみたいなみたいな。でもまあちょっとその、まあ、どっかそういういい場を、例えば何枚会見とかあるじゃないですか、ところでのなんかいいとこの数字を用意してお願いしたいとか。まあ正直喋ったこともないんですよね、一回もね。はい、これがこの夫婦くらいまで頑張る。そうですね、しつこくやるっていうことですね。はい、ありがとうございます。すみません、こんな、あともう一個ちっちゃいやつで言うと、なんかいいとも選手権のグランドいいとも選手権みたいなのがあったんですよ、終わる時に。でそれ最後の景品はなんか曜日対抗で優勝した時に、なんかタモリさんのこのリングでちょっとなんか、まあ本物じゃないけど宝石みたいなが足だったやつで、僕が担当してた AD 担当してた金曜日優勝したんですよ。でも忙しすぎてマネージャーさんたちに配るの忘れちゃって、で、あ、まあ、でも終わった後配ればいいかと思ったらすぐ違う番組始まっちゃって、今もなおその5人分のレギュラーのリングが僕の家にあるんですよ。だそれを返しに行くっていうこともしたいですけどね。誰と草薙さん、関根さん、木下ゆきなさん、劇団ひとりさん、爆笑問題田中さん、この確かこの5人だったと思うんです、確か。でこの5個分のリングが今自分の家にあって、これ窃盗じゃないですか本当は。そうだね。そう、詐欺だよ。そうっすね、うん、私っつって私なんだよ。そうで、それだからこれを渡したいなっていう、あの返したいなっていうのはなんか思ってますね。そのなんかこう逆ドラゴンボールみたいな、うん、あのドラゴンボール。難しい人ばっかだね。やっぱいいともなんで、やっぱみんななんかこのなんかスターなんですよね、うん、みんな。でも喋っとけば、うん、あのね、木下さんとかも TikTok とか始めてらっしゃるし、もう別にあれなんかああいうことが起こると引退みたいになるじゃないですか。そんなのなんか1年ぐらい休めば別にもう普通にいいんじゃないかって僕なんか思っちゃうので、なんか宣伝するものがある時とかにインタビューさせてもらえたりとかしたら、でその次にちょっとリング渡したいっすね。生きることは優しさ、気まぐれのさよならを、誰が君を殺した、わかり合えない世界はする、嘘としても耐えたい、君だけじゃ立ちはない、心を殺すことはある。
助けてくれてありがとうさんですね。もうちょっとでママ帰ってくるからね。シェフさん。